港大橋は、大阪府大阪市港区海岸通り3丁目と、住之江区南港東9丁目を結ぶ、全長980メートルのトラス橋である。トラス橋としての中央景観510メートルは、日本最長で、世界第3位の長さである。1974年より、阪神高速道路として供用されている。上下2層のダブルデッキになっており、上層が4号湾岸線及び16号、大阪港線、下層が5号湾岸線となっている。港区側の第一突堤前交差点付近から7条、通に沿って伸び、住之江区側の南港東7北交差点付近に至る。橋梁自体は大阪港の築港と南港を最短で結ぶものであるが、最寄りで入り口の天保山南港北間では約 2.5km となるため、大阪港砂掘トンネルと大差はない。かつて、港大橋を経由する大阪市営バスの路線が設定されていた。橋脚世界最大級の3景観。ゲルバートラス橋であり、前述の通り、上下2層のダブルデッキになっている。橋梁は赤色に塗装されている。橋元を大型コンテナ船が航行できるよう、海面から桁下まで50メートル以上確保されている。支店上の主構え高は 68.5 メートルである。建設にあたり、フェム解析を行ったり、強風による影響を確認するため模型による風洞実験が行われた。鋼材は全体で約35,000トン使用されたが、上部鋼断面をコンパクト化するため、約5,000トンの超高張力鋼が採用された。当時の最新の技術が駆使されたことにより、1974年度の土木学会田中賞を受賞している。港大橋の耐震設計は修正震度法が採用されており、長期間使用されることを考慮した経済的な設計となっていた。道路橋司法書 V 耐震設計編が出版される1980年以前のものであり、想定された地震動の最大加速度は250ギャルだった。1995年の兵庫県南部地震による影響で港大橋も耐震連結装置などに損傷が発生した。そのため、上町断層を震源とした地震を想定したレベルに相当の地震動を考慮して、再解析を行った結果、トラス構造部材の多くが降覆、または座屈する可能性があることが分かった。そのため、耐震補強工事が行われた。設計にあたり、従来の耐震補強設計とは異なり、免震、制震技術を取り入れ、トラスの断面力低減、降覆部材数減少を目的とした考えとした。なお、コストについては、従来の耐震補強設計とした場合の約2.3で済んだとされている。この耐震補強工事により、2007度に2度目の土木学会田中賞を受賞している。港大橋周辺の様子。ありがとうございます。